今日は東大阪においてですね、中小企業決算をさせていただきました。ものづくりに対する熱意本当に感じることができましたし、また社員を大切にし、モチベーションを上げていく、残業なくす中においてですね、生産性も上げていく、まさに私たちが進めている在宅会議として体現していただいているなと、このように感じました。花園ラグビー場も拝見、をさせていただきましたが、来年は、ラグビーのワールドカップを開催しております。そして G20 もここ大阪で、開催されるわけでありますが、まさにこの、大阪からですね、日本、そして世界に頑張ります。そして2025年の、大阪万博